Mm. Hello, hello, beautiful. 今日はお金の <coughs>、からの解放へのコツ、お金の関係を良くするために意識すること、っていうことを今日はシェアしていきます。そう、これを聞いてる人は、あの、いや、 どうやって今日ここねここでお話ししていく内容を自分の人生に取り入れていくかっていうことを感じて自分のネクストステップっていうのを感じながらぜひぜひ今日ここにいてください HiHelloHello うん いや、yes. そしてこれを YouTube で聞いてる人はね、ぜひね、もう、LIKE とかしてサポートしてくれると嬉しいです。本当に、みんなの LIKE とかコメントってすごい助かることで、しかも助かるだけではなくて、やっぱりこういうメッセージを伝えようっていう私のモチベーションにもつながるシェアしたいって、やっぱりなんか思うじゃん。だから、なんか、私はみんなのためにもこれシェアしてるから、 なんかそういうのくれると嬉しいです <laughs> All、right. じゃあね今日はお金の関係をよくするために意識することをこれからシェアしていきますお金の関係をもっと良くしていきたい人111って書いてで私も本当に昔はお金の関係が全然良くなかったあとお金,がお金の関係がよくないっていうことも自分の中で自覚してなかった だって、それが自分の基盤だったから、お金について悩む。いや、あ、ないない。まだ足りない。これ買えない。いや、スーパーに行っても、あ、こんなに使っちゃった。ああ、とか、あの、ね、私結構インスタグラムとかで物買うの。あの、これでいいなとか。で、それでサイトに行って、 見て、ああ、やっぱり買えない。どうせ私はこういうものを買えない人だって思うことが当たり前すぎて、自分とお金の関係が悪いっていうのも気づいたこともなかったの。これわか,かる人、ニーニーニーって書いて。ハロー、ハロー。わあ、ユミさんの名前が変わってる。はい。そう。 あとは、お金を使うときも、本当に心地よく使えないとか、お金使っても、比較してしまう。なんか自分の期待と、これはどうだったかって比較して、逆に気持ち悪い、みたいな。これ、経験したことあると思うのね。で、本当にこの次元にいることも自分にとって窮屈だっただってある意味、お金について悩む。 しかも、なんとなく悩んでるとか、朝起きて、あ、なんか大丈夫かな、大丈夫かなって思うことって、やっぱりその悩む分、楽しいことを考えられてないってことでしょっていうことは、その悩む分、そういう悩みをどん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 私は引き寄せてる。で、今度は自分そういうのを引き寄せてるんだと思うと、またそれで、 ああ、なんでこんなことを悩んでるんだろうって自分を責めてしまう。で、そうやって私は負のループにいて、それから出るのが難しかった。じゃあそこからね、どうやって私が出たかっていうのを今これからシェアしていく。で、ここでね、伝えたいことが、もし自分を責めてしまう人いるのであればね、気づいて、まあ、リマインダーとしては、これは自分のものではないんだってまず思ってもらいたいの。 自分のものもではないこれっていうのは自分のことを育ててくれた人の意識自分が育ててくれた人のものを受け,継いだ受け継いでしまったんだなって思ってもらいたいのいやある意味私たちの親とか育ててくれた人っていうのは戦時時代 の人からら育てられたよねで戦争の時ってやっぱり物がないのが当たり前だよね物がない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 足りないどうやって私はこう生きていこうかっていう次元にいる人たちだよねだからこそそういう人たちの次元の言葉を受け継いでしまうっていうのも当たり前のことなの だからこそ今後、もしね、自分がそういう口癖を言ってるのであれば、あ、これは私のではなくて、戦、戦、戦,戦争で苦しんでいた、戦争で生き延びた人の言葉だから、OK! と思ってもらいたいの。まずそれが一つ。うんうん。じゃあ、うーんと思うことは自分ではない。自分のものではない。だからこそ、インナース もう十分って言って、バイバイして。イ n ナスイ e ナ n って c e って十分って意味なの。イ n ナスいや。これは私のものではない。イ n ナスみんなも実際手を挙げて言ってみて。イ n ナスイ e ナスインナ e インナス c e o k で、それで、感じてもらいたいのが、これはね、もうお金の問題ではなくて、意識の問題。 そして、もしお金について悩んでいるのであれば、これは、何でもお金について悩んでいるのっていうことではなくて、This is a beautiful portal. これは美しい次元へのポータルなの、この悩みが。もっと宇宙は、もっと神は、もっと偉大な存在は、あなたに、あなたの魂にね、もっと宇宙は信頼して、もっと身を委ねてっていう、 コーリングなのっていう歌を歌ってる感じだからもし悩みが現れたらあこれはもっと身を委ねてもいいんだよもっとこの戦国時代戦人戦時時代の次元から抜け出していくきっかけを作ってくれてるんだよっていう歌を聞こえてもらう歌を聞こえてもらいたいの。 もっと宇宙を信頼してもっと自分のパワーを信頼してってもっとこの三次元的世界から手ばを手放していこう手放すことは安心できるよっていう歌なのそれを聞こえるようになっていこう「222」って書いてそれ決める人いやー そして一つ思ってもらいたいのはこういうお金の悩みっていうのはねイメージとしてはお金を悩む人はそういう次元にいるのそういう国にいるのって思って国にいるのだからこそじゃあそのお金で悩むところからお金に悩まない次元に行きたい国へ行きたいので言うのであればそういう国の人たちのお金で悩まないお金 心地よいと思う人たちの意識、文化を取り入れていくことが大事。この国へ入ることが大事。もし自分がお金で悩むような次元のところに行く、お金に悩む人間関係、の you know?、口癖、文句ばかりの人にいたら、そういう次元に自分がいて、いるだけなの。 だからこそ自分の中でね、空港チケットを買って、この新たな地域、異国へ行くことが大切なの。その異国へ、異国へ行く地域、この意識拡大のチケットが、私のセルフスタディコースの Rich Woman Rebirth。お金のよ、お金の関係を良くしていく意識の塊がこの講座。 で、今、今日の日本時間の11時11分までにお支払いした方は、これがね、もう半額以上で手に入ることができるの。で、この、もうイメージとしてはね、もうここはもう心地、もう罪悪感になしでお金を使える。心地よくお金を使える。で、心地よくお金を使いて、その次元に来るからこそ自分に余裕ができて、その余白で、 新たな次元に、なんか新たな次元を楽しめる余裕ができるからこそ、良いものをどんどん引き寄せられる次元。それが Richeland Reverse。で、ここでのコツはね、こんな感じ。新たな次元に行く決意。 まず、空港チケットを買うことが大事。もしね、お金の悩みから抜け出したいのであれば、その決意が必要なの。で、この決意は怖いかもしれない。でも、それってそうだよね。海外旅行行くとか、行くとき怖くなかった怖いと思った人、いちいちいちって書いてそれは怖いよね。でも、怖いと思っても、 海外旅行に行く、やりたいことをする、そういう人たちが、その決意で自分の人生がどん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 開いていくの。この決意がない、リスクを取らない人たちは、やっぱり、そのままになってしまうんだよ。宇宙、偉大な存在、神っていうのはね、やっぱりリスクを取る人たち、 愛情に身を委ねる人たちにご褒美を与えたいと思っていくの自分が自分の生命力を与えないと宇宙からもそれがうあなたに与えようと思えないあ、うん、だから宇宙に、まあ、自分の生命力を与えるほどその生命力が返ってくるそういう感じだからまずみんなには決意を持ってもらいたいのこの決意がないと何も始まらない それにも、共鳴する人333。Let's take a deep breath in. はあ。だからこそ、セルフラブジャーニーの人も最初は怖かったよね。セルフラブジャーニーの内容の講座、投資するのって怖かったと思うの。でも、その決意をしたからこそ、今の自分がいるでしょその可能性わかるでしょで、それが次。じゃあ、まず、まずは決意がある。 っていうことはその空港チケットを買うこと。そして今度は学ぶこと。それが飛行機に乗ること。いや、新たな異国、異国、新たな次元に行くためにはまず飛行機に乗ることが大切。学ぶ。でもね、その学ぶだだけで、学ぶだけで新たな地域行けるわけではないの。今度は学んだものを自分の日常生活に取り入れていく。 これが異国に行って冒険するっていう感じ。で、冒険していたら異国の文化に馴染んでって自分もその異国の一部になるって感じ。そうやってお金の悩みからお金へ心地よく感じられて次元に入れるの。この3つ。うん。 で、私の Rich Woman Reverse っていうのは、ある意味、この今もしかしたらいるかもしれない、お金がないとか、お金があるのにないないないお金、お金を使うと悪いことが起きる。いや、そういう次元から、じゃあもうお金、いやーって心地よく使えて、心地よく使えるからこそ、どん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 自分の可能性をひら開けていける。で、どん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 悩んでいないからこそ、その分、 新たなやりたいこととか、新たなダウンロードが自分の中に入れて、そのひらめきに行動を取れる自分がいる。で、その行動を取れるからこそ、自分の中で開いて、世界がどんどん広がっていく。そういう世界に行きたい人は、私の Rich Woman Rebirth をおすすめします。じゃあ、これは今夜の11時11分まで、半額以上、 そして分割払いも可能です今、えー、と支払い決めてもらうと5万5555 55円でこの次元に入れるでこの次元だともうね自分の中のチェックリスト毎日できることプラクセスチェックリストそしてたくさんのこういう概念があるコンセプトでこのコンセプトを自分の中に取り入れてもらうと この新しい次元に入れるやっぱりね悩む人は悩む癖があるのでこの悩む癖に気づいてこの悩む癖を手放して新たな癖を自分の中に取り入れていかないとやっぱりね悩む悩みにとらわれるのは当たり前で悩むのは嫌だでもそこでねその決意を持ってない人は悩むことが好きだと同じなの 本当に悩むのが嫌であれば何か新しい行動をとっている。でも本当に嫌じゃないからリスクも取れないのみんな。あの、取らない人たちは。私たちはそのリスクを取ったんだよ。もう本当に嫌だっていう決意を持ってたからこそ今の新しい次元にいる。だからこそ私は 二週間、三週間前に海外から日本に帰ってきて、また今週の火曜日にまた海外に行く。自分が入れるの。それは、いや、もう昔はみんなと同じに、私お金が足りない足りない。お金があっても足りない足りない。お金が自分に使えない。そんなお金を自分に使う価値がない。価値がないと思ってた人間。そんな私は次元にいたんだよ。 でもそんな次元でも買われたのは、それはこういう意識を自分の中に取り入れてきたから。で、こういう意識を取り入れたのは、無料の中では取り入れ、無料の世界の中では取り入れられなかった。やっぱり無料の YouTube だったり、無料のインスタライブとか聞いてても、やっぱり決意が違うよね。そして、入いる知識が違うよね。 だからこそ本当に悩みから解放されたい人はこういう知識にこういう心地よい次元新たな次元に入ることが大切あなたはどれぐらいそういう次元に入りたいですかでこういう次元に入らないのもそれもあなたの決断そういう選択を取っているのであればそういう自分の選択に誇りをもと 悩むことにも誇りをもとう堂々と悩んでいこうそれがもしかしたらね、あの、n e ス t step かもしれないし。Alright, I love you, I love you, I love you. 今日の内容で何かみんなの気づきになりましたように。うん。I love you. 何か相談だったり。 質問がある人は私に気軽に連絡してくださいそしてこのねライブで何か気づきとかあったらライクして私のことサポートしてくれるとすごい嬉しいですほかのね私のビデオも素敵な概念もあるからぜひぜひ見てくださいそして一緒にね意識拡大していこう私も常に学びに励んで新しい次元へ次元へ進んでいます 私たちはもう魂であるからこそしかも私たちっても神から人間の中に入っていって神っていうのは愛情をどんどん拡大していく存在じゃん拡大しないともやもやするのは当たり前なのだって私たちの本当の本質と反しているからだからこそどん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 自分のことを拡大していってどん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 自分に返っていこう いや自分らしく神のように生きていこう拡大していこう。I love you. <laughs>